平成30年ですね、1月12日夜、まあ、今8時半ぐらいです。毎年恒例となることができました美ら島センチュリーラン参戦ツアーということで、今から千歳空港の方に向かっております。今年はこのペコポッチで羊ですね、特別仕様でカバンがブロンプトンのキャリアを利用した特製カバンをつけて、土産もたくさん買ってくれるぜというような状況でスタートです。ご覧いただけますかね、雪がしんしんと降っておりまして、明日飛行機が無事に飛んでくれるかちょっと心配ですけど、まあ、無事に飛んでくれると仮定しまして、桜が咲くかもしれない暖かい沖縄で、ミニベロを愛する方々といい時間を過ごしたいと思っております。頑張ります。現在9時半ぐらいですね、札幌駅です。千歳空港に向かう電車に乗る予定なんですけど、まあ、ご覧の通りガラガラです。まあこれはこれで旅情あふれるいい旅になりそうな予感がします。うちなの皆様とあと東京の皆様とね、交流する機会を設けられるような段取りになっておりますので非常に楽しみです。1月13日ですね、午前6時半ぐらいです。まあ、今千歳空港に来ておりまして乗り込みの手続きをしております。お客さんはねその後続々と来ていただけるので私の方でお世話しますという段取りで動いております。どうなることやら、明日ですね沖縄の方々と一席設けることになっているんですが、総勢20名ぐらいになるという結構大宴会になりそうで楽しみになってきました。今那覇空港に到着しました。ひょっとしたら初めてじゃないかっちゅうぐらい何もなく何の心配もなく無事に到着してくれまして、思わず今花を取っちゃいましたけどやっぱ南国だなっていう感じがしますし、ここはなんかね開放的な気分になってまいりました。あとは自転車を受け取ってで恩納村までバス移動ということになっております。那覇空港に着きまして出てきました。寒い寒いって聞いてた割にはそんな大して寒いなという感じはなく、まあ、北海道から来たら当たり前ですよ、非常に温暖な気候だと思います。こんな感じで今バスが来るのを待ってます。このペコがさっき飛行場のね、施設にこう現れた時に労働輪行で来てるお兄ちゃんがおおすげえブロンプトンだとかって言ってましたけど、なんていうのかな、最近その折りたたみ自転車の代名詞的な存在にブロンプトンがなってきてるのねというのがよくわかる、シーンでございました。それは非常に嬉しいことなんですけど、まあペコでもね負け取らんでるというところはやっぱ出していかんといかんなと思います。ホテルに着きまして今から受付に向かって走ってます。もう札幌だととっくに日が暮れて真っ暗な時間なんですけど、さすがに西日本ですまだまだ明るいですね。なんかやっぱり冬ですからトロピカルな感じはないとはいえ、やっぱ明らかに南国に来たっていうなんか嬉しいです。いやできる本当これ毎年毎年の恒例行事にしたいと思いますね。今東京のサイクルハウス渋谷さんの、団体さんのところに、まあ、私が取材というか面白い自転車いっぱいあるんで拝見してましたら、美ら島の方のスタッフがいろいろ お任せしてます。なんか目標とかこれもすごいな。バーディーやっぱ渋谷さん頑張ってバーディーやってらっしゃるんですね。いろいろ見えてきてます。ますんでなかなかやっぱり自転車ってのは難しいですね。まあ、そういう意味では僕は、これで来てますんで、素晴らしいなと思います。天気はねこんな感じですごく良さげになってきまして、風がねだんだん落ち着いてくればもう本当にT シャツ1枚で走れるぐらいじゃないかと思います。
すごい楽しみにしてます。で、あのミニベロの方とお話ししてましたら、もういろんな方に声かけられまして非常に嬉しいことでしたし、できればね、あの来年再来年こうこの大会でね、あの全国からその小径車とか折りたたみ車とかが好きな人が集まるというそういうようなやっぱ流れを、形作れるようにしたいなというふうに、夢をちょっと膨らませたところです。まあ、そうするためにもね本当に安全運転で走ります。スタートしました。こんな感じでじわ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 走りつつ何が見えますか。楽しみです。本当どん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 天気良くなってきまして、4回目ですけども史上最も楽しいセンチュリーになるんじゃないかなっていうそんな予感がしてきました。絶好のサイクリング日和です。風も思ったほどではなく、これが帰り追い風になってくれると思うといいんじゃないのっていう感じで走ってます。今名古屋に向かって走ってるんですけど、なかなか写真じゃ伝わらんでしょうね。天気がいいっていうのもあるんですけど、すごいやっぱり海がいわゆるコバルトブルーで、あのシャコタンブルーに近い青さと手前のエメラルドにコントラストがはっきりしててすごいやっぱりなんか南国って感じがします。一回走ってる、いや高級品のタルタルガがずんずん抜いてってくれまして、なんとか頑張って追いついてきました。じゃあまた離脱、じゃあ頑張ってください。はーい、第一映像つきました。先ほど我々を軽やかに抜いていったサイクルハウス渋谷さんの軍団ですね。素晴らしいです。まあ今日は天気も本当によく、4回目ですけど超気持ちいいですね。あの素晴らしくいい一日になりそうで、今日はなんか酒がうまそうです。はい、にっこりしてはい、にっこりして。どん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 天気が良くなってきてすごい快適です。なんかこれやっぱこの開放感素晴らしいです。でさっきあの半袖になったんですけど1月に半袖で自転車に乗れるってものすごく幸せなことだと思いますし、北海道から来た人間としてはアスファルトの上やっぱ久しぶりに走ったら、まあ、気持ちがいいですね。またちょっと雪解けが待ち遠しくなりました。今鳴き陣のあたりですね、お話しします。いわゆるヤンバルって言われる感じのとこだと思いますけど、なんかこう熱帯と日本とちょっと中間みたいな感じで、あのサトウキビがわしゃわしゃ言ってるそういうイメージですね。なんかやっぱりのんびりしてるなという思います。やっぱり沖縄の方お話しするとやっぱりなんかのんびりしてらっしゃるなというイメージが本当強いんですけど、やっぱこういうところに住んでたらそうなるよなという感じですね。昼食地に到着しました。アイアイファームさんというところそうです。こういうねオープンというかまあアウトドアで飯を食うわけです。去年結構風強くて寒かったなという印象がありましたけど、今日は非常にうららかな日和で、もう本当に5月の一番いい時の札幌みたいな感じで、ご飯が食べられることにちょっと幸せを感じております。